アンアンギオンセンネグーおもろん。今回はカレン、ワマナコ、カンアンギフォーのレグーです。温泉ではありませんが、温泉公式定義に掲載されているのでレグー対象とさせていただきました。内浴場は9時から16時までの営業で、タオル付き800円で入浴できます。もともと国民宿舎だった施設を株式会社リレーションがリノベーションしてオープンした最新の施設なので、内装はかなりおしゃれです。お風呂はシンプルに大浴場のみとなりますが、大草山の頂上に立っている施設なので観覧日を一望できます。今回のレビューグラフは、お湯の温度が40度ほどでうったり入りやすいので5点とさせていただきました。大草山の頂上から見る浜名湖はまさに絶景です。湯に浸かりながらずっと見ていられるので4点とさせていただきました。仮眠スペースはないですが、付属のカフェやギャラリー等での休憩はできるので快適さは3点とさせていただきました。大浴場のみとシンプルながら、浴槽の形が生きずピアノになっているのが面白いので楽しさは3点とさせていただきました。浴槽自体も驚きはないですが、館内のカフェや装飾はリレーションらしくおしゃれでとても良いので驚きは3点とさせていただきました。リノベーションされた新しい施設なのでかなり綺麗です。かつての国民宿舎から様変わりしていて古さを感じないので4点とさせていただきました。住所は静岡県浜松市西区呉松町1768-1で、大草山の頂上に位置します。近くには恋人の聖地浜名湖オルゴールミュージアムがあるので、そこに立ち寄るのも一興だと思います。館内にはアンドカフェというカフェがあり、おしゃれな店内で本を読みながらコーヒーブレイクしたり、浜名湖を一望しながらランチを取るのも最高です。林ライス超うめー。